仕事しなかったら飯食えないしね。はい、僕のもう目標決まったんですよ。打倒伊勢。誰伊勢？伊勢っていう、伊勢さんって呼んでるんですけど、うん、あえて呼び捨てにさせてください。打倒伊勢。その前にね、だから、はい、あ、25歳で。伊勢って言われても分かんねえから。25歳で、女性で、あ、もう、言わんわ。あ、です。あ、OK、今、徳さんの下に行くわ。いきなり伊勢って言われても分かんないでしょ。はい。説明しなさいと。そうだよ。25歳で、僕と半年ぐらいしか欲もあると違わないんですよ。はい。だから、同じぐらい仕事ができなきゃおかしいんですよ。理論上は。でも僕はちょっと病んでるんで、病んでる分。はい、そうやって何かを言い訳して。あー、おー、あー、すげえ。今すぐ響いた、また響いた。逆に俺病んでっからそいつより仕事できんだよねっていう方法もあるよね、俺からすると。なるほど、病んでる上に頑張ったと。病んでる上に、病んでるからこそがんもっとかそいつより出し抜けたって。いいんだよ徳ちゃん、そうやって何かを言い訳にやれば一生負け続けられるから。あ、負け癖がついてるんですね僕多分。負けてる、逃げ癖、言い訳癖、言い訳癖。あ、言い訳じゃあもう